新健民は、香港中文大学社会学の副教授、コラムニスト。1983年に、香港中文大学の社会学部を卒業。1988年に、イエール大学に留学し、1990年に、社会学修士。1991年に、哲学修士。1995年に、社会学博士号を取得する。 1993年に香港中文大学の副教授になり、同時期に名法、民間で中国の民主化問題についてコラムの連載を始める。以前は連成公所、エイズ患者委員会、香港政府の公共政策フォーラムなどの委員として活動していた。現在は主要名と共に結成した民主発展網絡のメンバーとして活動している。 2013年3月27日、タイ・アカルテイ主要名と連名で新年賞発表。香港政府が決定した2017年、行政長官選挙の民主派立候補の排除方針の撤回を求め、拒否された場合は中間を選挙し、デモを実施すると宣言した。9月12日、ハリブリ営業政長官が主催する食事会に出席し、 行政長官選挙に関する公開諮問の早期開催と住民投票の実施を求めた。2014年7月29日、香港政府の林定月が政務市長と会談するが、交渉は決裂している。8月31日、中国全人代常務委員会が民主派を行政長官選挙から排除する方針を正式決定したことを受け、 民主党や学生団体の学民市長と連携し、予定通りデモを実施すると宣言。9月9日には、タイ、首都ともに、中国政府の決定に抗議するため提発した。9月28日、学生団体と警官隊が衝突したことを受け中、感染拠デモが発動されるが、木の切っ先、修営安志ら学生団体が主導権を握ったため、陳羅の影響力は低下した。 10月29日、陳は香港中文大学の教職に復帰すると発表した。ただし、デモへの参加は引き続き行うとした。11月19日には明報に寄稿し、デモの長期化が香港政府との対話の糸口を狭めているとして、条件付きの撤収を主張した。12月2日、陳はタイ、主と共に会見し、長期化により混乱する事態を打開するため自首する。 ことを表明。学生団体にデモ隊の撤収を呼びかけるが、学生団体はこれを拒否した。12月3日、チンラは自首するが1時間後には釈放され、在宅のまま取り調べが行われることになった。2015年1月9日、チンラは違法集会を組織した容疑で出頭するように、香港警察から要請を受けた。これを受け24日に自首し、3時間後には、 釈放された。2018年9月28日に中間選挙デモから4周年を記念して、今週の特区政府本庁舎の付近で集会が開かれたが、陳は近年の本土独立の風潮に対して80年代の最も発言権のある時にも自決は勝ち取れず、現在、香港独立を主張するのは幻想でしかないと批判した。ありがとうございます。